セックスをするのも子供を育てるのも生きることにつながっているはずなのに、どうしてこんなに死の連想をしてしまうんだろう。お母さんね、今ね、飛島っていう島にいるのよ。私ね、体育の先生になるわ。さすが元オリンピック候補は違うわね。いろいろあったのね。見つけた時、全身に鳥肌が立った。この時から伝説の体操少女谷口千佳は姿を消した。